石みたいなの何？それにあのでっかいのが。あんたには期待してるぜ、小隊長。こちらガンダム、アムロレイです。援護します。あれがモビルアーマーハシマル。天使の王末、人類の最悪。300年前、当時の人口の4分の1を殺戮した怪物。そのうちの1機、 AI 制御の無人機だけでそれだけの人を。それが史実の。くそ、どうなってるんだ団長は。本部、応答してくれ。本部、様子がおかしい。こちら鉄火団、実装2番隊。隊長は連絡が取れないんだ。2番隊の隊長って秋広アルトランド君。ミノ姉さん、全体に呼びかけて。鉄火団各員、応答願います。オルガ団長、三日月君、秋広君。つながらない。もしかしたらみんなブレイク現象で。ガンダムフレームもリーダーもいないんじゃ、この戦い勝てっこない。やれるだけのことはやらなきゃ。小隊長、ブルーマンを排除して。ブルーマを作り出す機能があるんだよ。そんなのどうやって全滅させるのよ。生産速度を上回るペースで数を減らすしか。数が多すぎる。耐えろお前ら。なんとか分断するんだ。そんなこと言ったって。そこか。いや、終わりだぜ。やっ、そらよ。やっ、そいつだ。まだか。強制ブレイクイン。でもこのデータ形式は初めて見る。モビルスーツどこの？ファイルネームは MISTER-91514。 動きからすると無人機。あれ、桜ももともとそんな名前なの？初めての相手なんだけど、データ形式が似てるんだよ。いた、ハシマル。こうなったら私たちだけでも。待って、何かブレイクインしてくる。やはり君たちか。なるほど。ガンダムラドレイヤー。じゃあさっきのモビルスーツはやっぱり。小隊長、強行突破して。無駄だ小隊長。クルーマを分断できないのではな。こんなの本体に叩きさえすれば。ユメ姉さん、5機のクルーマにエア機の修理、補給機能があるんだよ。その上で親機の動力源エイハブリアクターが半永久機関だとしたら、さすがだな小隊長君。君のデータも取っておくべきか。そのデータ何に使うつもりなの？私にはそれを答える権限は与えられていない。つまりやらされてるってこと？誰に？考え、わかるはずだ。そこをどきなさい。モビルアーマーを追わないと。無駄なことはやめてない。ガンダムフレームもなく、どうする？やってみなくちゃわからないでしょ。もし退屈だというのなら仕方ない。おもちゃを用意するとしようか。まだ何かあるわけ？しばし待ちたまえ小隊長君。落ちる。まだ動く。逃がさないで。ふむ、こんなところか。とりあえず走らせてみるとしよう。
ミッションレーダーの監視。なるほど、ラトレイヤの量産タイプ、まだまだ古希としては力不足。ブレイクミッションを実験場みたいに。こんなこと繰り返したら生死のデータが壊れちゃうよ。レディ・ユノ、君もまたイレギュラー。生死を壊せる。ユノ姉さんを君と一緒にしないでよ。生死を壊せる。終わりだぜ。逃がさん。やるな。おお、落ちろ。出発。さあ、ガンダムラトレイヤ戦勝甚大。これほどとはな、小隊長くん。恐れるな、未来を見据えることを。なるほど、まだまだ更新の余地があるな、おやきもこきも。もうあいつわけわかんないんだけど、このミッションで何をやってんだろう。さくら、それはあと。モビルアーマーはもう最終防衛ラインを超えたあたりだね。そんな、じゃあクルセは。どのみち鉄火弾が機能してないんじゃ勝てない。ギャレルホルンのメンツもいないみたいだし、ブレイクアウトしよう。みんなを探さなくちゃ。俺様にかかればこんなもんよ。